ですね、那覇空港に、まあ、沖縄初のストリートピアノができたということで、ちょっと今日は弾きに来ました。今日はゲストにセルゲイさん、ロシアから来たセルゲイさんと一緒にピアノを弾いていきたいと思います。どうですか今の気持ちは。私弾かないけど弾かないけどサポートします。ありがとうございます。お願いします。では行ってみましょう。 Let's go!はい、今日はみんなで那覇空港に来ました。立体駐車場に車を止めて那覇空港3階の北側へずっとまっすぐ歩いていきます。国際線の方ですね。ゴールデンウィーク明けだったんですが本当に人が少なかったですね。300メートルぐらい歩くと左手に福木ホールという場所があります。その片隅にピアノを発見。マクドナルドの前にありました。このピアノは沖縄のラテンバンドディアマンテスのアルベルト・シロモさんが寄贈してくれました。僕の大先輩です。なんとアルベルトさんがデザインもしてるそうですよ。めっちゃかっこいい。ここでセルゲイチャンネルの撮影もしていきます。僕は彼のことを勝手にロシアのヒカキンと呼んでます。ぜひ彼のチャンネルも見てみてください。それでは弾いていきましょう。失敗しても許してね。ストリートピアノいかがでしたか。僕の演奏は頑張ったね。頑張ったね。ちゃんと聴いてた。あ、聴いてた。よかったよかった。でもよかった。ちゃんと気持ちが揺れてるっていう感じだけど、まあ姿勢はちょっと あ、そうね、猫背だからね。今日は本当にありがとうございました。
ちの方が面白いんだよな。元気なかった。元気なかったよ。元気出せるよ。だってもう終わったから。疲れた。終わったからさ、そうそう。元気なくても仕方ないじゃない。